午前9時、次々とバイク便が配達に出発していきますこの日は90台が出動普段より10台から20台も多いということなんです一体なぜこんなにも大忙しなのでしょうか米子市役所様から、えー、お預かりしたお米券 U パックの配達をしているからですお米券 米子市は物価高騰に伴う生活支援策として全米子市民に1人2200円分のお米券の配布を決定今月から郵便局の配達が始まっているのです世帯主にまとめて配達とはいえ全市民はおよそ14万6000人多忙になるのは当たり前ではありますがさらに忙しくなっている原因が。 お米券は金券ということもありポストに投函されるわけではなく対面での受け取りが必要なゆうパック受け取り主がいなければ不在票が届けられることになるため再配達を頼む人も相まってすさまじい配達料になっているといいます このためバイクの増便では追いつかず急遽岡山から周配車を14台も借りましたさらに普段は配達をしていない事務担当の局員も配達に加わるなど今月は総動員でお米券を配布米子郵便局では史上最高の忙しさになっているそうです郵便局にはこのような緑の不在票を持った方が次々と訪れています 受け取りの列に並んでいる人の多くが持っている緑の紙。これがお米券専用の不在票です。わかりやすいよう色をつけ、あらかじめ差出人が印刷してあります。日曜日伺った時は、ちょっとみんな取りに来られたんかなと思って、いっぱいだったんですよ。それで今日、たまたま休みだったんで、はい。取りに来ました。 平日でもひっっききりりなしにに人が受け取りにやってきます。そのため土日はというと通常、土曜日、日曜日はこちらの窓口などで対応していますが今回、人が多く来るということでこの辺りに特設ブースを設けて対応しているとということなんです。そして今回のお米券。 突然家に金券が送られてくることもあり、市には詐欺を疑う問い合わせも相次いでいるそうです経済戦略家からお米券があの来ると、なんだこれはっていうことになって、あのうちの方にあに問い合わせの電話があの結構入ってきております、詐欺とかではありませんので、あの安心して受け取っていただければと思いますそんなに混んでいるのなら、少し落ち着いてから受け取ろう。 そう考えている人もいるかもしれませんが郵便局での保管期限が過ぎるとお米券は市に送られることになっているため市はなるべく早く受け取ってほしいとしています確実にですね、できるだけ早く皆さんのところへお届けするように社員頑張っておりますのでまだの方は今しばらくお待ちください嬉しいお米券郵送異例のサクナだけに 多少の戸惑いも起きているようです。